だから来年もこの傾向は続くんだろうということが予想されてくる。で、大丈夫です。要するに多選択っていうのは、そのまあ判例ですよね。判例出てくるから、行政法はもう過去問です。過去問を完璧にすれば、絶対解けるわけなんですよ。はい、どうも、とまるです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今日なんですけれど、今日はですね、いただいたコメントの中でですね、憲法ですね、憲法の勉強方法に困っていますというふうなものがありましたので、そこに対する動画を作成していこうと思います。そしてですね、まあ、コメントに関してはこういうふうなコメントがありましてですね、まあ、この憲法に困っていると、そして昨年の憲法に関しては、多子選択を除いていくと、もう5問中5問間違えてしまった。で、まあ、どうしましょうかというコメントだったんですよね。なので、そこに対してですね、来年度に向けてです。来年度に向けて、ここの箇所をお話ししていこうと思っておりますし、さらにですね、憲法の特徴がですね、昨今変わっていますので、まあ、従来の考え方で言ってしまうと、おそらくまあ、また違うかなと思いますので、そこのまあ考え方ですね、最近の試験の傾向かなり大きく変わっているんです。しかもそれに対する原因もですねかなりはっきりしておりますので、まあそこの箇所をですね今回は特別にお話をしていこうと考えております。おそらくこの情報っていうのは他の動画ですね、まあその行政書試験関係の動画たくさん上がってると思うんですけれども、まあ他の方のもの含めておそらく上がっていない内容に なりますので、ぜひです最後までご視聴くださいというところでございます。そしてですね、まあまず結論からお伝えしていくんですけれども、結論としてはですね、憲法よりも会社法を頑張った方がいいってなります。まずですね、憲法どうしましょうかっていうまでに関してはですね、まず結論をお伝えすると、結論としては、憲法を勉強するぐらいだったら会社法を勉強した方がいいよというふうになります。そしてそこに対する理由をこれからお話ししていこうと思います。で、まずですね、憲法が、まあ、どこで出てくるかなんですけれども、憲法はですね、まあ、人権と統治というふうな分野があるんですね。で、まあ、人権が何かっていうと、まあ憲法のですね、憲法なんとか条が保障しているまあプライバシー権だとか、あるいはまあそう営業の利益だとか、なんかいろいろありますよね。表現の自由だとか、まあそういうふうな憲法が保護している利益ですね、その利益を侵害していくと、ということをめぐる判例を勉強するんですけれども、まあとりあえずはそういう憲法上保障された権利、それに関する判例を勉強していきましょうっていうところがまず人権と、としてあると。で、もう一個が統治なんですけれども、統治っていうのはですね、いわゆる三権分立ですね、まあその立法と、あとは司法と、あの、行政ですね、行政。まあ、この三つにこう分かれていますよ、というときに、じゃあ国会って具体的に何しますかとか、あとは内閣とか行政何しますかとか、裁判所長何しますかというふうな、まあ、役割分担ですよね。っていうところに関する勉強とですね、あともう一点がそういうふうな国の組織から独立した地方ですね。地方自治っていうものがありますから、地方自治に関する部分をまあ勉強していくと。まあ、ここの箇所に関しては若干行政法と被ってくる部分あるんですけれども、ただ行政法と憲法っていうのは大きく分けると公法っていうような科目として共通するわけですね。法律っていうのは公法と司法っていうものを分けて影響するならば、まあ公の法律、公法と、あと私法の司法と分かれてくると。要するに、まあ、市民間相互の関係性を規律していくルールっていうような司法なのか、あるいは市民たちと、あるいはその、お上ですよね。国とか行政って、この縦の関係と。この縦の関係を規律している公法と、横の関係を規律している司法って分かれてくると。ってなってくる。やはり、まあ、憲法行政法っていうのは、公法という点では共通していきますので、そういうふうな共通の部分も出てくることは、まあ、仕方がないとなります。ただ、まあ、地方自治に関してはですね、地方自治に関しては、行政法の方で、しっかり勉強しておけば、それ足りてくるのかなというところもありますので、まあそういうふうな側面もあるんですね。ただ、この憲法特有の問われ方もありますので、やはりまあ統治に関して勉強する必要性もあるというところでございます。そして憲法に関しては、多子ですね、多子選択というふうな、まあその判例ですね、判例がだんと出てきていて、それに対してこう空欄を補充していけみたいな、っていうふうな問題も出てくるわけですね。っていうのが、まずは憲法の全体像でございます。じゃあ、具体的にじゃあ憲法どういうふうに勉強したらいいかなんですけれども、もちろんですね、勉強方法というのは人それぞれだと思うんですね。もちろんそれはまあ前提としてはあるんですけれども、やはりまあ講師をやってる以上はとりあえずは1個の答えを示すということは必要かと考えております。なので、まあ僕自身が考える答えですね、どうしたらいいんですかっていうふうな答えです。そこを僕自身は示しておこうと思いますが、とりあえずまず前提としてはそういうまあ勉強方法に関しては人それぞれいろんなことがありますよと、その中の1個に入れておいてくださいところでございます。で、まあ話していきますとですね、こういうまあ
憲法というのは例年難しくなっていると、特に昨年の問題見たらわかると思うんですけれども、非常に難しかったわけです。僕も結構困った問題にいくつかあったんですよ。めちゃくちゃ難しかったです。だからまあ僕自身もこれから頑張ってさらに勉強やっていこうとは思いましたが、やはりそういう目から見ても難しいなと思ったんですね。で、それがなぜかっていうと、まあ理由としてはですね、大きな理由としては思考型の問題が出てきたんです。要するに知識として知っていれば OK みたいな。例えば統治に関しても条文でその条文を覚えていたらもうそれで OK みたいな、っていう風なタイプの問題かなり減ってきていて、統治に関してもしっかりこう文章を読ませていって、そこのまあ下線引いてあって、それに関連するものを選んでいけという風な思考型ですよね。その場で考えて回答しましょうというようなタイプの問題が出てきたわけです。まずこれは、事実として共有をしてるべきですよね。まずはおそらく今後来年受けていこうという風に、頑張って今勉強されてる方からするとですね、今年の試験、直近の試験がどういう試験だったかっていうことはまずは知ること、それを知ることによって来年次に繋がってくる側面絶対ありますので、っていう観点からすると、昨年はそういう試験でした。憲法がめちゃくちゃ難しい。難しいっていうのは、それは暗記型ではなくて現場で思考する、考えていかないと回答することができないというものができたと。けれどこの考える力をじゃあどう養うんですかってなってくると、これってね、正直結構厳しい部分だと思うんですよね。やはりまあ思考力、っていう部分もやはりその中学、高校、大学とまあ高校ぐらいまでと思うんですけど、まあそれくらいまででどれくらい頑張って勉強しましたかっていうところで、ある程度はね決まってくるわけですよ。だからそういうふうな思考力を身につけていこうっていうふうな部分に関して時間を使っていくと、できないことはないんですけど、ただそれは短期で受かっていくための即効性はないと思うんです。じゃあ逆にどうしたらいいかというと、それは暗記で乗り切れる部分をしっかり対策すること、これにつきます。そういうふうな考えなければ解けないものに対して対策をしていこうということ。これもね、まあ、あった方がいいと思うんですけど、でもそれをするよりかは、しっかり覚えたらもう回答できるよっていうところの密度を上げていった方が、全体としては得点が上がっていくわけですよね。なので、憲法を、まあ、あまりやらない、という選択を取った方がいいと思ってます。ただ、あまりやらないのあまりにも結構幅が僕あるんですけれども、最低限僕の中ではですけど、僕のイメージとしては、憲法の人権に関する講座、こちらがですね、メンバーシップにあります。そして、あと、統治に関する講座、こちらがノートにあります。それは最低限しっかり見て覚えているよねっていうことは前提としてあってですね、それができていて、で、かつ、ウォークマンの憲法の過去問に関してはしっかり50問あると思うんですけど、その50問をしっかり取り組んだっていうふうなことは最低限すべきですけど、ただ逆に言うと、それ以上すべきかなってところは若干疑問が残ってくるというふうに思います。なので、まあ、憲法に関しては、そのまあ、最低限ですね。その最低限のラインだけはしっかり押さえておく。で、その上で、憲法ってよく出てくる条文がありますよね。では、まあ、憲法に関しては、天皇の箇所の条文ですね。結構前半ですけれども、そこの箇所の条文結構問われてくるわけですよ。というふうな、従来型の暗記だけで対応できる部分に関しては、しっかり覚えておいた上でですね。けど、実際本番で、思考型というか、その場で考えて回答しましょうってものがたくさん出てくると、それはもうお手上げでいいと思います。というところで、考えておいてください。そしてまずこのですね、じゃあなぜこういう風な状況なのかという風な理由に関してですね、結構その内部の情報とかを見ていますとですね、要するにその試験員さんですよね。この憲法の問題を作っている試験員さんが誰ですかっていうと、それまあ、調べたら出てくるので調べてほしいんですけれども、まあその調べたら全然いいんですけどね、まあその調べてみるとわかるんですけど、結局はですね、その憲法の問題を作っていらっしゃる方がですね、まあ、結構その試験問題に対して暗記動向とかではなくて、しっかりと考えさせるタイプの問題を出したがるというふうな方が中に入っているんです。っていうふうなことをですね、まあその弁護士さんからの情報でこう聞きましてですね、弁護士さんが曰くそのまあ入っている先生、試験の憲法の先生っていうのは、まあ、かなりその暗記動向とかではなくて考えさせていきたいと、というふうなタイプの方が中に入っているから、だから憲法難しいんだねっていうことを言ってたんですよね。なので、もう、まあ、来年度もこの傾向、試験員さん変わらないと思いますので、だから来年度もこの傾向は続くんだろうということが予想されてくる。ってなってくると、かつですね、そういう思考力ですね、憲法的な思考力というか、まあ、要するに現代文ですよね、その純粋な意味の読解力、テクニックは身につくんですね。身につくんですけれども、純粋な意味の考える力みたいな、っていう部分っていうのを養っていこう。で、頑張ること。それよりかは、暗記すればいけますよと。例えば、行政法とかです。行
正法とか憲法の統治で、もし従来通りの暗記のものが出た場合ですね、っていうところにもう一点集中、していった方が僕はいいと思ってます。そしてもう一点がですね、会社法なんですよね。こういうのに、じゃあ憲法はまあ勉強するんです。もちろん勉強はします。ただ勉強はしてほしくて、それは僕のまあ人権の講座、あとは統治の講座、あと合格の学問、これはもう絶対やってることは前提ありますよ、あるんですけど、それ踏まえていった上で、でもやったけれども、いや意味なかったってなる可能性は非常にでかいんですね。けれどやらないわけにはいかないんですよ。だからまあ受験生は非常に苦しい立場ではあるんですけど、まあこれはもうそういう試験の構造上、まあ仕方ないかなと思います。ただと、じゃあその憲法以外どうしましょうかっていうと、会社法なんですよね。最近会社法がやたら解きやすいです。なので従来は憲法と会社法だったら憲法をしっかりやりましょうと、会社はもう捨ててもいいみたいな、っていう風な風潮あったと思うんですけど、この風潮のまま行っちゃうと痛い目見ますよと、っていう風なところだけお伝えさせてください。これはね本当にそうです。実際昨年の問題に関しても、会社法に関して会社法は4問出ますよね。5問、5問っていうのは商法から5問で、商法相続から1問で、会社法4問ですから4問ですよね。でこの会社法の4問が本当に基本事項です。本当に基本事項を知っていれば回答することができたっていうのが出ているんです。だから会社法に関して、設立株式機関のこの3点セットに関して、この3つに関してはしっかりと勉強した方がいいと思います。しかも、設立株式に関してはね、僕自身がもうね講座作っているんです。でその設立に関する講座と株式に関する講座、これまあノートにありますから、まだ見てほしいんですけれども、まあそれ見てもらえると、その知識があれば去年の問題に関してはまあ3問は取れましたっていう風なぐらいなんですよ。だからまあその僕のこの講座に関してもそんなにね量多くないんですよ。そこまで多くないんですよね、この会社の全体像から見ると。なので最低限それだけでもやっておけば、昨年の問題で3問ですよ。だからつまり12点ぐらいですね、取れたんですよ。だから今後ですね、勉強する際には憲法よりも会社法をやった方がいいとこれは思います。でもちろんまあその僕自身の講座を使いたくないっていう方いると思うんですね。そういう方は全然それでもいいんですけど、ただその使わなかった部分を絶対どっかで補填してください。じゃないとこのまあ設立株式に関しては、なんかその変にこう周りくどく勉強しちゃう、それはそれで時間もったいないので、ちゃんと短期でパッとその例えば予備校の講座を受けて、その設立株式に関して勉強するとかは絶対しておかないと、ここを同学で頑張っちゃえば僕は正直厳しいかなとそれは思ってます。会社法って条文めちゃくちゃ多かったりするし、イメージがおそらくつきづらいと思うんです。例えば会社を実際作ったことがあるとか、まあ、っていう方とか、あるいは知り合いその司法書士さんがいるとかっていうケースとかを除いては、おそらくは馴染みがないので、ここの分野に関しては自分自身だけでやっていこうというのは絶対遠回りになりますので、必ず例えばまあ僕のこの提供する講座使うとか、それが嫌だったら予備校行くとかっていうことは絶対にした方が周りになっちゃいますっていうふうなぐらい、最近の試験では非常に難しくなっていますし、民法に関してはもう司法試験レベルまで来ているので、だからもう民法に関してはそれくらいのレベルのことをしなければならない。だからまあウォークの足ですとかだけではもう対応できないので、しっかりと数学問を使って、しっかりとした基礎というか全体のことを、基礎をこう掴んでいった上でウォーク問とか足別を使っていくっていうことをしないと、やはりまあもう対応できない試験だというふうになってます。だから逆に言うと、裏を返していくと、それくらい価値がある試験なんですよね。簡単に取ることができないっていうふうな試験の難易度が担保されていると、受かった人間がやはり誇らしいわけですよ。あんな難しい試験受かったんだってなるわけですから、それくらいの難易度を担保しようというような動きに関しては非常にいいと思うんです。だからこそこの高いハードル、めっちゃ高いんですけど、そこのハードルは頑張って乗り越えてほしいなというふうに思いました。はい。なのでまあ憲法に関してはそんな感じですね。まあ人権統治ありますけれども、そこの箇所を勉強すること、それはまあ最低限は絶対するとして、でもそれが無駄になっちゃう可能性がすごい高くなってきているので、だからこそ会社法の設立株式官、ここの3点に関しても勉強した方がいいと思います。そして多選択に関してはですね、例年で多選択困ってもどうしましょうという受験生結構いるんですけど、ただそこに関しては勉強しなくて大丈夫です。要するに多選択っていうのは、そのまあ判例ですよね。判例出てくるから、見たことない判例で困ると思うんですけど、それは見たことない判例でいいんですよ。その判例は見たことある方がおかしいんですよ、普通に考えると。じゃなくて、見たことないけど、空欄に関しては補充することができる。これがめっちゃいいんですよね。例えば、まあ、憲法じゃなくて、例えば行政法とかって、去年の問題っていうのは、大切なんですけど、空欄の箇所が、行政指導の定義だったんですよね。行政指導とはこれこれで空欄だったんですよ。つまりこれは判例とかどうこう抜きにして、行政指導の定義をしっかり卓越の勉強していれば埋めれ
たんですね。つまり卓越の勉強をしていると、それが他者に生きてくると。逆に言うと他者の勉強なんか一切しなくていいんですよ。卓越の勉強をしっかりやっていれば、おのずとできるようになるんですよね。なので他者ができないっていう方は、それは他者ができないではなくて卓越が弱いんですよ。だからまずは卓越を頑張って勉強する方がいいので、これはバスです。やらなくていいです。ではなくて、人権とか統治に関して最低限守っていこうって勉強しておいて、でもそれが、なになっちゃう可能性が非常に高いんですけれども、でももし解けるまで出てきたらもったいないですから。やはりこの試験って一問で本当に人生決まるんですよ。だからこそやっておいたいいこと、やっておいた方がいいことは絶対やった方がいいんですよね。だからそこに関しては、これやった方がいいですかって思うことは全部やってください。これやった方がいいかなって疑問に思うくらいだったら、それはもう全部やった方がいい。で、その上でもう後悔ないぐらい、もうこれ以上もう勉強は何やっていいか思いつきません、もうお手上げだぐらいやりきること、それぐらいやりきることまでやってもらったら、それで、もしダメだったら全然後悔しないし、かつその場合は受かるんですよ。だからまずはこれやった方がいいかなって疑問に思うことは全部やった方がいいですっていう風に、取り組んでみてくださいってとこでございます。なのでまとめとしましては、憲法に関してどうしましょうなんですけど、憲法に関しては人権当時の最低限の抗議を抑えておいた上で、それ以上出ちゃったらもうそれは間違っても仕方がない。その代わり暗記すれば解けるもの、例えば行政法とか憲法ですね。行政法ができない方っていうのははっきり言うとですね、それは演習不足ですよ。行政法はもう過去問です。過去問を完璧にすれば絶対解けるわけなんですよ。だからこそ憲法、行政法みたいな暗記すればもういけますよねってところを、とにかく暗記しまくることですっていう風に覚えたらなんとかなるっていうところを頑張ることがね、やはりね、すごい大事ですよ。なのでそういう観点で頑張っていくと。で、一方会社法に関しても何もしないってことがもう許されない時代に来てしまいました。だから会社法に関して、会社法って捨てるんでしょうってなってる方はもう正直それ古いので、その考えで受かりません。じゃなくて会社法は設立株式会、この3点に関する基礎に関してはしっかり勉強すべきなんですけど、この3点が結構ね迷宮入りしちゃいやすいんですね。なんで僕の方で設立株式の男子はもう基礎講座置いてますから、それよかったら見てくださいところでございます。ちなみにそういう風な講座面に関して、何個あるんですかってなるかもしれないんですけれども、基本的にはその基礎講座っていうまとめたパックみたいなとこがあるんですね。そこにですね、民法と行政法と憲法の統治、あとは会社法の設立株式、そこに関しては入れたものを作ってるんですね。なんで、そこに関してはそれでガンと一気に見ることができます。っていうところです。ただあとはですね、この動画の頃わかんないですけれども、憲法人権、ですかね、に関しておそらくはメンバーシップですね、メンバーシップの方の受験生特待生コース限定なので、そちらもよかったら参加してみてください。はい、っていうところで今回は憲法の勉強方法に関するコメントがありまして、実際僕もそれ撮ろうと思っていたので、今回はこう動画を撮影しました。なので、もし参考になればグッドボタンと高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますってところでございましたので、これからもですね応援しておりますので、一緒に頑張っていきましょう。以上、トラでした。